はい、こんにちは。ご機嫌 TV でございます。今日はね、パンダの動画になります。納車して2週間ぐらい経つんですけど、ほぼパンダしか乗ってないです。ジュリアもね、いい車なんですけど、やっぱり取り回しのしやすさとか、足としてね、乗れるこの気軽さがパンダのいいところなのかなって思ってます。ほぼほぼパンダしか乗ってないです。今回の動画に関しては、まあ、国産車から少しパンダにね、興味があるんだけど、なかなかディーラー近くにないし、パンダの情報ってなかなかない、その中で少しこう購入の検討材料になるような動画になります。ただ今回に関してはネガティブな部分が多く僕は取り上げようと思ってるんで、フィアットパンダのオーナーさんからすると、もしかすると気分がね、悪くなる動画になっちゃうかもしれないんですけど、動画の最後まで見てもらえれば、なんか納得のいく動画になってればいいなと思ってますんで、温かくね、見守ってもらえばと思います。では行ってみましょう。はい、まず最初、鍵がしょぼい。まずこれメインキー、これメインキーですね。スペアキーが、これ現行もこんな感じです。メインキーのリモコンキーとこのスペアキー、このワンセットしかないです。じゃあこれ何が不便なのかっていうところなんですけど、機能としてはロックとロック解除、これしかないです。いわゆるスマートキーではないです。で、今普通はドアノブに手をかけると自動でドアロック解除するとか、ね、ここにボタンとかあってロックが解除するとか、車から離れると自動でロックするとか、まあ、そういった機能が一切ない鍵になります。アナログですね。でさらにこのキーのアナログなとこなんですけど、このフィアットマークをピッと押してもらうんですよ。でジャックナイフ式になってます。でこれをですね、ここのキーシリンダーに刺すわけですよ。刺してアクセサリー電源で、さらにこっからひねってエンジンをかけるということになります。現代の車ってスマートキーなんですよね。鍵をポケットとかバッグに入れとけばロック解除ができたり、エンジンもねプッシュスタートでかかってくれるということで、この辺はね、毎回鍵をね、出さなきゃいけない。出してやんなきゃいけない。さらに鍵を挿してエンジンをかけなきゃいけない。これが一手間かかるというところが、まあ、国産車、同じね、価格帯の車からすると、ついてない機能になります。僕、昭和の人間なんで、やっぱりね、こうエンジンにこう火を入れるっていう感覚は、このね、なんかこう、車のキーをひねることによって、あーなんか車に乗ってるなっていう感覚があるんで、まあ、キャンプとかで例えて言うなら、わざわざ焚き火をして料理を作るみたいな、ガスコンロ持っていけばそれで解決するんでしょうけど、じゃなくてあえて不便に火をわざわざ起こして料理をするみたいなね、車で出発する時の儀式的なねところで、このイグニッションオン、これがね、またこれが味だったりするわけなんですね。今の国産車に慣れてる人からすると、なんじゃこれっていうところだとは思うんですが、まあ特にね、そこに対して僕は不便は感じてないんですけど、国産車からお乗り換えの方からすると多分不便に感じるところだと思います。はい、続いてですけど、ドアミラーの自動格納がないっていうところですね。じゃあどうやってドアミラーの格納するのかっていうところをやっていきたいと思います。ここをですね、ちょっと持ち上げながらグッと押してもらうと反対も同じですね。持ち上げてグッと開くときも、これはパチンと。はい、ということで、今みたいな感じでドアミラーね、電動の開閉がないです。狭い駐車場とか行ったら手でね、格納して開かなきゃいけない。普通にちょっと不便かなっていうところです。あ、折りたたむことがね、もう、あの、フィアット乗っちゃうとあんまないんですけどね。はい。はい、続いて、こちらですね。ヘッドライト。はい、ここにヘッドライトのオンオフのレバーがあるんですけども、普通国産だとここにオートとか書いてあるじゃないですか。結局ヘッドライトのオート機能がないです。はい、これ今ヘッドライトオンになってますけど、もうついてるかついてるか分かんないぐらい暗いっていうね。どうでしょう。はい、ヘッドライトなんですけど、オート機能がまずないっていうことと、ヘッドライト、メインのヘッドライトがやたら暗い。ヘッドライトだけだと正直めちゃめちゃ暗いんですよ。だからここにフォグランプがあるんですけど、フロントフォグランプもオンにしてます。はい、そう、これはね、もうパンダオーナーさんならわかると思うんですけど、普通今のね、例えばパンダって今280万新車でするんですけど、このぐらいの価格出せば国産だったら LED のヘッドライトになってね、自動光軸調整機能付きだったり、オートハイビームがついたりとか、すごくね、ヘッドライトも明るいで最新の機能がついてるんですけど、パンダのヘッドライトはやたら暗い。
やたら暗いし、オートライトもない。確かにヘッドライトって安全性の部分でもあるので、すごく、ね、明るければ明るい方が安全だとは思うんですが、パンダは未だにハロゲンです。うん、暗い。しかもね、で、フォグランプをつけないと、ちょっと夜道本当に暗い感じなんですよね。僕はね、このハロゲンヘッドライトの暖かい感じ、嫌いじゃないです。まあ、これもね、キャンプで例えるなら、LED のランタンにするか、ちょっと危ないけど、ね、ちゃんとしたランタン、暖かみのある日で、夜を過ごすのか、まあ、この辺になってくるのかなとは思います。はい、続いて、見てこれ。この300万円近くする車なのにオーディオがしょぼいと。まあ、現行は CD も聞けなくなってるんですけど、基本的にはラジオしか聞けないです。エアコンも相変わらずアナログですね。オーディオもね、300万円ぐらい出したら、国産だったらせめてね、ディスプレイオーディオがね、ついさりスマホとね、 Bluetooth でつないで、Google マップが出たとかね、まあそういうのもあると思うんですけど、パンダはない。で、社外品のナビゲーションをもう入れるしかないということになります。で、後部座席のウィンドウ、パワーウィンドウがない。これ手動でね、こうね、開けるという、いいでしょ、アナログで。はい、これね、これいいでしょ。今見てもらった通り、後部座席はパワーウィンドウがないんですね。だから手動で開けなきゃいけないんですよ。で、このまあメリットとしては、壊れないっていうのがメリットなんですけど、まあ壊れる車は国産ないと思うんですけどね。デメリットとしては、例えば子供が後ろに乗って窓を閉め忘れたりすると、そのまま閉め忘れちゃうんで、それがね、毎回注意が必要なところかなって思います。まあだいぶ来たでしょ、だいぶ来てるでしょ、このパンダやべえなと思ってると思うんですよ、国産オーナーからするとね。はい、次はこのデュアロジックですね。まあこれはフィアット500と通ずるものなんですけれども、操作方法、運転の仕方、ちょっと若干やっぱり癖があるんですよね。しっかりとね、構造を理解しながら走ってもらえば、すごくね、楽しいドライブができるかなと思います。クリープ現象がないので、クリープ現象がないことを頭に入れながら走ってもらわなきゃいけないです。個体が悪いのかわかんないですけど、毎回うちの駐車場出るときに、ちょっと坂道なんですけど、二足発進しやがるんですよ。二足発進だと全部演奏しそうになってるんですね。だから毎回ね、僕シフトを1に入れて、一足でね、発進するように毎回手動でやんなきゃいけないんですけど、そんぐらいね、ちょっとね、ミッションがね、おバカなのかな。はい、まあね、なんかそこもね、僕は好きなんですけど、国産車のトルコン AT に慣れてる人とか CVT に慣れてる人からすると、なんじゃこりゃみたいな感覚に落ちるかなと思います。で、最後にですね、先進安全装備に関してはどうなのかっていうところなんですけど、このステアリング周り見てもらえればわかるんですけれども、クルーズコントロールの機能もないですし、レーンキープのね、機能もない、さらにオートワイパーとかもない、そういう安全装備というか、まあ快適に乗るような運転支援システムはついてないです。ただ、現行のパンダイージーは自動ブレーキ、衝突軽減ブレーキはついてます。僕の年式のはついてないですけど、このミラーのとこにちゃんとね、自動ブレーキ、衝突軽減ブレーキ、まあパンダでいう、フィアットでいうとシティブレーキっていうものがついてます。時速30キロ以下でしか機能しないんですけど、シティブレーキっていう衝突軽減自動ブレーキですね、がついてます。安心していただければなと思います。ただその代わりね、エアバッグはめちゃめちゃついてて、7つついてます。運転席、助手席エアバッグついてます。ニーエアバッグっていうね、足を守るためのエアバッグもついてるし、カーテンエアバッグね、カーテンエアバッグもついてる。で、サイドエアバッグ、はい、シートにもエアバッグついてるんで、衝突安全性に関してはエアバッグたくさんついてます。で、いかがだったでしょうか。多分同じ価格帯の国産車と比べると、装備に関してはだいぶスポイルされちゃう、かなりアナログな部分がたくさんあるんですけど、国産車のこういう機能がないとダメとかね、言い忘れたところもあるんですけど、バックカメラとかセンサーとかもついてないので、とにかく安全に、より安全に、より快適にカーライフを目的とするんであれば、僕は間違いなく、迷いなく国産車をおすすめします。はい、これはね、ちょっと国産車にはかなわないなって思います。ただ車に乗る時間を少しでも有意義な時間にしたい、もしくは車の運転を楽しみたいとか、あと車をライフスタイルの中で、例えば自分のファッションアイテムだったり、アイコンであったりね、自分のアイデンティティの一つとして考えるんだったら、パンダっていうのはすごいいい相棒なのかなって思います。ただ実際にパンダ乗るとすごくいい部分もたくさんあって、
やっぱり周りに乗ってる人がいない、被らないっていう、そういったね、ファッショナブルな部分だったりとか、おしゃれな部分とか、抽象的な部分なものもあるんだけれども、デュアロジックのスポーティーなドライビングフィールだったりとか、エンジン、このツインエアね、ツインエアのエンジンの独特なこのエンジンのフィーリング、あとはブレーキがね、本当に多分国産と比べるとよく効く。本当に止まる、おっと思った時にしっかりと止まってくれる。これっていうのはイタリア車、パンダにしかない魅力なのかなって思います。で、さっきも言ったようにね、アナログなキーでエンジンをかける、まあこういった一つ一つの動作とか、車の動きとか、車のフィーリングが、こうよりね、カーライフスタイルを豊かにしてくれるのかなって思います。だから、そう、ね、イタリア車とか輸入車とか何台も乗り継いで、こうパンダに行き着く人っていうのも、もちろん、いっぱいいるんですけど、国産車からいきなりね、こうパンダに乗り換える方っていうの中にはいらっしゃるんですけども、まあそこをね、理解していただいて、このフィアットのパンダの世界に飛び込んでいただければ、僕はすごくね、ありがたいなとは思います。まあよくお客様にね、国産車とパンダで悩んでる方にお伝えするんですけど、快適装備とか、先進装備とか、オーディオのね、良さとかね、まあそういった機能を求めて、車選びをしていくと、例えば国産にしろ、ね、1年後2年後どんどん新しい車、どんどん機能がいい車ってたくさん出ていくじゃないですか。それを追ってったらキリがないんですよね。車を使ってどういう楽しみをしていきたいのか、まあそういったところをね、お客様にヒアリングして、まあこう本当にパンダがいいのか、本当に国産車がいいのか、まあそういったところはお客様の意見を聞いてご提案させていただいてるっていうところですね。だから全員が全員に僕はパンダが絶対いいよっていうのは進めないので、はい、なんかちょっとまとまらない動画になっちゃったんですけど、まあ今日はリアルだね、パンダオーナーのリアルを伝えていければなと思いました。以上になります。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.